せーの、ソニッシュ。めっちゃ控えめですけど、ついに来ちゃいましたね、今日が。これ何の企画ですか？これは毎年恒例、ソニッシュ忘年会。おー、今日はうちじゃないんだ。そう、今日はうちじゃないんですよ。しかも、時間もいつもは夜じゃないですか。うん、今の時間わかります？誰もない。ない。今日今からですね、新幹線に乗って通る場所に行きます。お、新幹線。じゃあ本日の、まあ、忘年会と言いつつも、まあ、一つねテーマがあるんですよね。でそれのねテーマを発表していきたいと思います。テーマ、忘年会草津旅行ホニッシュ。草津テーマ、タイトルじゃないですか。テーマ、テーマ、テーマ、テーマです。そんなあるんだと思ってまあ1年間の、まあ、あの疲れをすべて落としに行こうと、温泉で。やった草津温泉に、まあ、1年間頑張ってきましたからね。いや、めっちゃ頑張った。今回の動画の構成としましては、うん、ちょっと最後に、うん、忘年会のいつもやってる感じのみんなで喋ってるぐったりとしたね動画も上がるっちょっと体調悪そう。疲れ切ってんじゃないちょっと旅行動画でもあるわけ、まあ、そうです、まあ、ほぼ Vlog みたいな感じいつも言ってるんですけど、うん、この動画はまあ、あの誰に向けた動画でもなく僕たちが楽しむためだけの動画ですよ、ね、自己満足ですよ。自己満足だけどちゃんと12月31日あげるから俺らめっちゃ疲れるんだけど、めっちゃ頑張る、まあ、ちょっとね草津旅行行きたいなと思ってる方はちょっと参考にもなるんじゃないかって。そういえばじゃあ皆さん3人草津旅行を楽しんでいきまーす。すっポニッシュ。またいるやお前。じゃあ駅弁を買っていきましょう。今回のカメラマンです。よろしくお願いします。なんつっちゃいけないものがつっちゃいました。皆さん、Good morning。まあ、上野を立ちまして草津に向かっておるところなんですけども、定番の駅弁牛タン食べていきます。顔のサイズぐらいあるんです。顔のサイズよりでかい。千葉が牛タン弁当でございます。私も牛タン弁当。あれ、お前も牛タン弁当だ。はい、ということでということで、ナイキの弁当紹介に入っていきたいと思います。弁当紹介していいですか。いいですよ。たくさん種類あったよね。そうね、めっちゃあった。思ったよりめっちゃあった、うん、めっちゃ迷ったよね。10個以上あった。うん、今回僕が購入したお弁当こちらです。牛タン弁当あれ、あ、牛タン弁当。牛タン弁当もちろん見てこい。顔ぐらいある。ケイちゃんさっき言ってたよ。それケイちゃん先言ってたよ。はい、お前の弁当は。お前の弁当、うん、まあ今日はね特別な日じゃないですか。みんなで旅行するのって結構初めてで、最初の駅弁って結構重要だと思うんですよ、普通の YouTube の動画映え的に、うん、だからみんなが見たいだろうなっていう弁当を用意しました。お、なんかカラフルな感じかな。が、こちらお前も牛タン弁当かよ。茶色一色ですそしてしかもこれ顔の大きさぐらい。ほんと顔のサイズぐらい。でもな、結構種類あって結構種類あったな、うん、本当だし別に合わせようとしない誰も。おのおののタイミングで買って牛タン弁当を買ってきました。こちら。お、えっ、これはもう開けていいのか。危ない粉。おい、バカやめろ。やめろ。いい塩だとやばいかも。トナカイぐらい鼻赤いよ。長野経由金沢行きです。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となります。画角半分坊主なんだけど耐えれるかね。
ショートにお手元何してんのこんなことしちゃダメでしょこんなこうやって思いついたんかなあの人も。モテ拭きあと映ってくる。ここからバスに乗って草津温泉に行くらしいよ。らしいってなんだよ。水平線で描いた幼い頃に夢見た景色に思わず手を伸ばした。海に浮いた宝物ひたすら探した。ここで無言状態を裸足のままでただ追いかけてた。その一線を引く雲をなぞった。水平線で描いた幼い頃に夢見た景色に思わず手を伸ばした。あの日僕が眺めていた空は青く広がって、ずっと見ていた夢に触れてた明日。見たことのないあの場所へ行くよく渡して、見上げる空の厚い雲を運ぶ。青い世界は心まで包んだ。ということで、はい、まあ、草津に到着しましたね。草津、まあでも臭いのが由来って言ってたね。そのバス、あ、そうなの。いや、なんかバスの中で流れてた。あ、そうなの。そう、草みたいな感じ。ちっちゃいやつが大きくなってったっていう。で、まあ一応まあ草津温泉に到着したので、はい、これから足湯を探して、そう、足湯に入ってきてます。ついに。足湯確かゼロでしたよね。足湯はゼロ円でございますよ。ただですよ。ただで。うん。あ、笑っちゃってる。ただで。なんかさ、ナイキ目充血してさ、髪の色と一緒目の色が。でも本当に光ないちゃんとちょっと温泉レポートしてもらいたいので、じゃあマイクしっかり持っててください。じゃあ行くよ。エンジョイ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 。ちょっと待って、お前拒否るの早すぎる。お前なんかもうちょっとこんぐらいいたすかと。いや、危ない。てか待って、これお湯ねお湯ねえんだけど。いや、普通に殺されるだけやん。じゃあ足行きます。気持ちいい。入ってない。やっぱね、草津の温泉違うわ。まだ入ってないけどな。お前少し厚めかなみたいな感じなんだけど、最高に気持ちいい、まあ、なんかちょっとおならの匂いみたいなおならしたからかなおならもしたのかよ。俺今草津の温泉の匂いだと思ってすっげえ嗅いでたのにお前おならの匂いだったのおならしたからおならの匂いする。ふざけんなよ。あー気持ちかった。おならの気持ちよさだろお前。おなら気持ちいいわ。ずっとおならの乾燥してたの。あ、ちょうどいい温度。おならの温度か。ちょうどいい。さあ湯煙亭に来ましたので、ナイキの入浴シーンを撮っていきましょう。入るぞ入るぞ。すげえ。どう、気持ちいい？暑い。それ以外の感想ない？今のところ暑い。あ、徐々に。あ、徐々になってきた。徐々に。と、これ、彼には足だとしても脱いじゃってる。入浴シーンですよ、これ。いいんですか？これ YouTube 流していいんですか？これこれ、あ、本当にダメかもしれない。ここだけだったら本当にダメかもしれないけど入りますね。うん。
レンズ汚いんだよな。お前、草津のガガキじゃねえ。なんかすね毛めっちゃ痛え。すね毛が痛えんだよ、お前。すね毛痛かかんの。なんでその缶詰してくんの。すね毛痛かかんの。気持ちいい、やばい。やばいね。気持ちいいです。お前、でもバレないよ、正直。バレるだ。普通にバレるだ。ここでうんこするだけだもん。今もんやん。お兄さん入るよ。お兄さんが足湯に入るよ。お兄さんがかっこよく入ってほしいんだって。頑張れ頑張れ。いやちょっと入んないかも。頑張れ、大丈夫だよ。かっこよく、もうすでにかっこ悪い。頑張れ、か大丈夫だよ。いけるいける。おお、拍手お願いします。よかった。いいですね。めっちゃ映り素敵。映り素敵はあなたの腕じゃん。いやいや、腕です。お前素敵な人しかいねえな、ここ。みんながみんなを褒めるっていう。いいわ。こういうね、これは 何でできてんのかな、これね。お前だけしょうもない。それは見てる、カメラ持ってあ、いいねー。いいね。どう撮れたの。お前はキモい、なんか覗きに行った。いいね。あ、ほんとだ。バイバイ。そういえば、あ、いいじゃん。なんか遅れたら本当いいんだけどね。あ、できないの。いや、ギガファイル便とかで遅れる。あ、財布が。マジか。ちょっと待って、俺も王子みたいな。誰だよ、あれ。大学の映画学あれ。あ、撮ってるの。大晦日。大晦日大丈夫なの、こんなとこいて。どうぞ。あ、来週に間に合うのかな。間に合う。まあまあまあ、あの、あれだよ、試合前の。継続。そのこれ水抜き。あ、そっか、足湯で水抜き。まあそうだよな。うん、もうすぐ軽量なんで、うん、お前朝から会なんだ。じゃあ会じゃ、もう時間です。あ、会じゃねえよじゃなくて、もう会としてもう時間です。会チャンネルだった。会チャンネル。仮に俺に後であのそれとか読み込んだやつ。雪触りに行くぜ。よし。え、めっちゃ残ってね、結構。あ、薄っ。薄っない。あ、初雪だ。おお。え？うまい。やっぱ天然の雪だね。うん。たまにジャリジャリするね。すごいな、お前。鼻からさ、鼻から塩入れたりよ。ようやるわ。結構ね、粉っぽいよね。粉雪っぽい感じで。まあまあ、ちょっともうなんか固まってきちゃってるから硬いんだけど、うん、結構粉雪っぽい。生産カリ。待って、もう最悪だ。もうな、俺一着しかないのにこれ。ああ、びっくりした。それ何落としたの今。ティッシュでした、ただの。え、あ、なんか、な、なんの風味だこれ。柔軟剤っぽい味が。雪風味がしますね。お前それ雪食ってなんだこれって。え、すごいなお前、本当にマジ柔軟剤みたいな匂いする。じゃあ絶対ダメなんだよ、食べちゃう。ちょっと、だいたいわかるだろ。なんか鬱陶しそうな顔してる。おー、かわいいやんお前ね。いつもあれですよ、日本中で宅配物を。ヤマト黒猫か。ヒューガン。俺今知らず知らずのうちにコムドットみたいになってたの俺、もしかして。待って、めっちゃ猫が冷たい目で見てくれるの。飯屋探しに行きましょう。ヒューガンもうずっと探してない。僕たちあの寄り道多すぎて。それでは、一人七味なんですけど、草津にいたということで、草津乾杯。乾杯。昼飲み。
いらっしゃいます。こちらが白根おろしのざるそばですね、うん、冷たいやつ、ま、で、ないきのがおろろそばですね。いや、これは何でしょうね。これはカメレオンみたいですね。最低の食レポン。翼のがカモセイロです。カモセイロ。そしてケイのが僕は野菜天ぷらそばっぽいですね。ちょっと一口目の食レポだけ。はい、まずね、とろろなしで、とろろなしでね、いってほしいよね。わさびを入れたんですけどね。二口目いく？視聴者に味を考えさせるっていう間を。あ、これ間大事ですから。ネギ味。Kの一口目も。はい。じゃあちょっといかせてみます。あ、いいね。Kのあったかいのだからね。うん。Kはあったかいね。猫舌なんかな？すごい冷ます。すごい冷ます。食レポがあっていうか、もう冷たくなってる。あっぷ。じゃあ最後、やっぱリーダーが締めるっていう形で。じゃあちょっといただきますね。僕のはザルそばだから、これとわさびもちょい入れちゃいます。おしゃれやね。何？わさびは緑色です。ありがとうございます。早く、うわ、食って。あ、うん、合う。おい、待て、おい、何？布団決めてから、それです。はい、これもこれ、これです、それ。布団の位置は変えられるからね、まだ。布団の方も変えられる。普通に旅館に到着いたしました。でも今日はもう、一回ここで1時間ぐらい休憩した後に、うん、西の河原通りってとこに行って、はい、食べ歩きをしてからもう温泉に入るって流れなんで。あ、もう最高です。もうここからぬくぬくタイムでーす。ぬく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 。それでは、布団決め大会でございます。じゃあ負けて、最下位。負けて、敗北者を追い出していく件ですよ、うん、じゃあ、まあ、この周りでも行きましょう。いい。じゃあ僕、緑なんで。そうですね。ちょうどよしようかな、これ。僕は赤で。なんか緑少なくないですか？いくよ。はい。ああ、え、じゃあ、これちょっとやばいかも。まだあと3分の1ってこと。え、あ、じゃあ勝ち確だ。よっしゃー。あ、ナイキ上がりか。おお、勝ち確。いやー、ここね、2分の1ですから、お願いします。うい。そうそう、これちょっと全然やるんじゃない。一本でいく。お前、乱心したから早いな。よし、このことだ。はい、どういう仕組みなのこれ。これこそ2本ついた方がいいんじゃない。いくか。おお、強いな、お前。はいはい。おお、はい、兄弟と。ちょっと、ご主人の顔近くでやってあげて。やめろ、押さえんの、お前。超えろ、超えろ。おい、ナイキちゃん、ナイキは1番、2番、3番、4番。じゃあ、せっせと急いでください。さあ、どうなるんでしょうか。これもナイキに任せますかね、皆さん。コンセントはそこなんだよ。おお、いいとこに目つけましたね。じゃあ、ここで1、2、2番目がナイキの服装になりました。おめでとうございます。僕じゃあ、3番目で。あ、ここです。
ってことは両端が僕らいたってことですね。なるほどですね。さっきお前お化けとか言ってたもんな、あっちな。そうなんだよ、ここの端っこが、うん、もしかしたらお化けが出るかもしれないって言われてる場所じゃん。お前だけが言ってる場所、まあ、こっちがちょっとお化け出るかもしれないけど、あっちは何もないんですけど、ここがちょっと難しいんですけど、まあ、ナイキが端っこ、こっちの端っこがいいって言ったんで、僕ここを選びます。ここを選びます。ナイキおやすみ。難しい。僕のターンですね。え、まあ、だって4択だもんね。同じとこ選べんの？嘘でしょ。同じとこ、星だよね。そう、ここがナイキだね。うん、はい、ここが翼だよね。ここが翼。4択だもんな。4択じゃねえよ。何言ってんだお前。じゃあまあちょっと決めました。はい、ここだ。おーい。どういうことだ。意味わかんないことしてんじゃねえお前ら。じゃあ布団決めは終了です。まあ布団決めつーか、俺そこで寝るからいいよお前ら、服好きに。じゃあそこどいてくんね。ねんの、ん、ねんの、ねんの、殺すよ。え、俺も足りて殺すよ。どこに、いや、ねんのかって、ねんのかって、お前だ、だから、お前だ、これ女の子死にたいのかって。え、なに、ダメなの、聞いちゃう、ね、ある死にたいか聞いちゃ、寝たいか聞いちゃダメなの、これ大丈夫、これダメとは言ってない、殺すよって言ってるだけ。別に、あ、別に、うん、あ、忠告なのそれは。忠告じゃないで、殺すよって報告。報告、あ、忠告とかじゃなくて、もうもうその段階を超えてんの。忠告するようなことでもないでしょ、報告しに殺すよって、あとで殺すよ。そういうことか。そうか、そうか、うん、助けてくんね。うん、それだけで。それだけで行こうとしてる人の顔だったな今。なんかドア開いてんだけど。翼だよ。あつき戦場行ったまま。許せなくない？ドア開けたまま行くの。やばい、ドア閉めることもできないってさ、なかなかのやばさじゃない。あ、やばい、ナイキにロックにされた。やばい、俺延期、延期、殺す。殺す。どう殺すじゃん。殺し方、ドアで閉め殺すか。えぐい、えぐい。これさ、えぐい。ドアって、まあじゃあそれ、それでそういうことで、まあ10時頃は結構で。あ、10時結構、うん、よろしくお願いします。今、翼がちょろっとこっちに覗いて帰ってて。俺の声聞かれたか、これ聞いてたか。まあ、キーステムやることは一緒ね。そう、魚民でした。魚民風のとこあったの。いや、魚民、もう店のそのままそこにカラオケが無料で、ガチで。いや、全然あり、全然あり。ちょっと行きたいかもしれない、それは。じゃあそれあれ、撮影終わりとかそうそうそう、やばいやばい、こいつ殺そうとしてる絶対。でもそれで行こうか。いや、だって、うん、気づけ。でそこで、じゃあその魚民のカラオケに連れてって、なんで気づかないの、こそれ4人で行った時に、ゴシちょっと一回なんだっけ、さっきに気づかない、翼も怖いし、ゴシさんもビールで酔っちゃうから、さっき怖い。そうね、で、ナイキは多分もう目黒、ね、目黒、俺ら2人で行く、そう、目黒へ、まあ、怖い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 、え、こんな、もういい感じでしょ、これいい感じ、いい感じ、めちゃくちゃいい感じ、写真いい感じ。どこ、顔投げ、顔投げ、これだ、上どこまで続いてるの分かんない、この顔どこまで続いてるの、これ上、上、上、これまでありそう、長い顔だ、怖い。ファニーズ、西の河原通り、今から僕たちは西の河原通りに行って食べ歩きをしていきたいと思います。うわ、やった、どう、どう、食うぞ、どうじゃ、草津温泉プリンということでね、草津温泉にしかないプリンとソフトクリームとプリンになる。すごいね、そのプリン。これ、なんかこれは、ここはプリンじゃないんだよ。ジュレが乗ってるプリンってやつ。ちょっとジュレから。え、うまっ。科学的な味かと思ったらさ、うん、結構なんか果肉みたいな。ジャムみたいな感じだ。うん、ジャムに近い感じ。あ、
これやばくない？結構美味しくね？この食べ方熱いし、あれみたい、駄菓子のさゼリーやるの細い。あーあれ確かに、あうまいわ、うまい。これは一応メロン味ジュレらしいです。うまいうまいうまい。うま、うま、それうまそれうま、これマジでうまい、やばい、おうまい、これうまい、これやばいわ。あ、めっちゃミルキー。スタンダードが一番なんだよな、やっぱちゃんとプリンのまろやかさみたいなのもあるけど、カラメルの香ばしい風味みたいなのもちゃんと残る。うまかった、全部うまいわ、ね、これプリンとジュレの相性めっちゃいいっすね。お、これやばいんじゃん、ごま屋さんなんだ。これキンゴコロッケ、これオッケー、あれキンゴコロッケお前食う、お前食う、お前食う、カメラも食う、食う、ドゥルル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 ルはい、オッケーっす、ありがとうございます。こういうやつが一番強いから、こういうやつ一番強いのよ。いきます、勝てるね。はい、よーかーじゃんけんじゃんけん、はい、うわー、おごりたかったな、ちょっとよーかじゃんね。いや、マジでおごるのめっちゃ楽しみなんだよね。じゃあちょっとキングオコロッケいってきます。いや負けちゃったね。いやおごりたかったな、おごりたかった。ボキがゲンジャンケンで負けちゃってんじゃん、うん、あ、やべえ、まあ、今日はあいつが勇気の日だったっていうことで、うん、なんだかんだ気合の入れ方的にあいつが一番入れてたもんな。そうだね、ジャンケンの入れ方的に買ってきました。しかもこれ4つしかもなかったんで、ラスト1、ラスト4です。おめでとうございます、おめでとうございます。はい、ということで4つ分、じゃあいただきます。いただきます。おお、ごまの風味めっちゃ風味わ、ちゃんとごまの味する、うん、ここはごまに包まれてる感じしますね、金のごまに。ごまが混ざってるからちょっと香ばしくなるんですね。確かに殴ってた、濡れおかきっすよ。あ、まだ食べ終わってもないよね。濡れおかきありましたよ、食べ歩きに 1枚からどうちゃう。じゃんけんやりたかった、濡れるぞって。なんで言うの、裏で言ったやん。うわー、ってことはちょっとずれましょうか。なあなあ、あ、すみません、勝負はこっからですから。あ、めっちゃマジか、お前今回もか、お前陽キャすぎるわ。すみません、俺と半分こけ。半分一緒に行こうぜ、俺あんまいらない、半分やだ。あ、どうす、ちょ、マジやばいんだけど。高いんだけど、出費。お前今いくら失った？これは、まあ700円。もう今1700円ぐらい失った。まあそうね、この、何の意味もないのおかげで1700円失いましたね、僕。いつからその陽キャになったの、お前？いつから？うん、今俺はこれお金払った瞬間から陽キャになる。わかりますね、これ負けて、うわぁ、マジで溺れたかった。今ここにお前がいるんだったら俺はここにいるんだよ。じゃあお前知らないから。まだ陰キャやないかよ。素晴らしいお店を発見しましたよ、ケイ君。札にある桜井さんというお店。すごい、バイクだよ、やっぱり。うおぉ、チンチン電車、チンチン電車、何ですか、チンチン電車。ハーレーだ。気になってたところがあってさ、こっちのさ、あ、トイレしてるんですよ。それはね、これ来たお客さんが無事に帰れる。あ、そうなんですか。へぇ、これめっちゃいいじゃん。帰る、集まってる人がめっちゃ可愛い。可愛い、まん丸の猫ちゃん。これ貯金箱か、これやばいな、欲しくなっちゃうの。これって、なんかあのここ限定なんですか。いえいえ、あの、どこでもありました。どこでもある、そうか、どこでもある。他の店にはないと思う、自分たちでいろんなところ探してますから。なるほど、だみんなこれ、他の店にはないと思う。そうですよね、なかなか見ない。マニアックなセレクトショップみたいな。このあれはね、ハーレーは
売り上がったね。学生さんもって始めたら100週間100週間安いと思って始めて全部できたら20万超えました。やっぱそれずんな。これも売ってるんですか。いや、それは私のこれはもうチェンジだね。それは売れました。かっこいいわ。今ハーレーがなかなか出てこないんですよ。前ほんとハーレーがあったんですよ。はい、その中でハーレーさんに入らなくなった。結構貴重になってくるんですよ。テレビ猫と洗濯機の猫、この2つで。この間若い女の子が、はい、洗濯機ってこんな格好じゃないですかって。あ、もうそんなジャネギャみたいなもんね。知らないって。へえ、俺でもまだ知ってはいるけど21っすけど。じゃあお風呂で行ってみましょう。ありがとうございます。レコードプレイヤーの猫をお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。桜井さん、どうですか。桜井美味しかったらお土産にね。はい、お父さん、お母ちゃん、お友達のお土産に。はい、お兄ちゃん、美味しいお茶。温泉まんじゅうです。間違いないです。はいよ。あの、お兄ちゃんは親切だね。どうぞ。え、あの、おじさんですね。草津饅頭少女美味しいワード。確かに。これね。一瞬で俺らが初めて呼ばれた。ね。はい、やってたね。これで土産を買っちゃうっていう。自分なんか積み込まれたって言ってる。ね。この間確実。確かに確かに。大滝の湯に着きました。イエーイ。パーン。じゃあこれから大滝の湯でね、温泉したいと思います。何でしょうか。危ない、マジでそれ危ないよ。何やってんのお前。え、デデデデデデやべ、腰やった。あ、もう好きだ好き。何もなんないのかよ。なんかあれよ。もうこれ止めらんないじゃん。なんかあるかもしんないから。ようこそここへ。え、大丈夫、全部お風呂で全部お風呂で生き返れる。テンションうざ。腰やってるし、さっきとテンション全然違うんだけど。え、ここめっちゃきれい。ほんとだ。D 丈夫だ。何？温泉で全部いっきれば。いけねえ。こうじねえ。残念なことに体感あるな。体感のプライドの男だ。さあ、大滝の湯に着きましたが、ここはなんと草津の三湯と呼ばれる、まあ三人みたいな話ですよ。になる三湯、大滝の湯、まあなんとか湯なんとか湯でもう完全制覇なので、今日は一つ制覇していきたいと思います。うん、いや楽しみですね。はい、出てきた。飛びました。整っちゃいます。そう、気持ちかった。結構長居しちゃったよね。そうね、めっちゃした。めっちゃ喋ったわ。もともとその8時ぐらいに上がる予定で予定組んでたんだけど、その予定がねミスったみたいで、ご飯が中で食えないという事態を。はい、ということで今から探しに行こう。これからご飯を探さなきゃいけないっていう事態に、はい、湯畑のライトアップも始まっちゃって9時に終わっちゃうんで、じゃそこも見に行きつつご飯も探しつつって感じで。そうですね、行きたいと思います。ご飯見つかんなかったらここまで来てコンビニ飯で。これだけは避けたいですね。じゃあ行きますか。急ぎましょう。行きましょう。はい、よし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 。今度お前と会った中店の、あれかしら、普通に俺女性の方かと思ったよ今。女性の方。育ちいいなお前。これですね。すごいな。あっちでしょ。あっちあっち。めっちゃ綺麗。すごいよ。昼とはまた違うね、景色がね。眠たそう。どう。いやいやいや。え？
綺麗ですね。ね。もうこんなんね、俺らの言葉なんていらないですよ。本当だわ。で今日はなんと満月に近い。明日が満月。初望月ですね今日は。で明日が明日が月がありません。満月探しちゃってる？こっちは。あったあった。ね。明日満月らしいからね。露天風呂とかで綺麗に見えるんじゃないかなと思いますけど。ちょっとかも。見えしないけど。ガチ待って、4本交換できた。これ、待って見てこれ、ここやばない。うわこれだから、ダブル大盛りってことでしょ。そう、ご飯と250のしかもこれで250か。いや、お前頼んだらなんない。400です。これの倍ぐらい。そう、世間一般で400多いのか。もう多いんじゃない。もう俺ナポリテンだけどさ。まあ、ナポリタイっていうのはちょっとあの説明をね、このテロップに入れておいていただきたいんですけど、詳しくはめんどくさいだろうな。まあナポリタイわけですよ、僕は。はい、 200g です。 200g、 はい。おー、ちょうどいいですね、僕は。あ、これ飯テロだわ、めっちゃ。はい、400です。はい、6300。もう思ったよりっすね。寝起き寝起きでいけるな、それ。寝起きで300いくやつだ、お前。いただきます。ナポリマソータ。マジでやばい。マジでやばい。けどナポだけ。これ見えます、このトゥルトゥルの部分。いきますね。そうそう。ナポって言いましたよね。うわ、これうまいな。やばい、飛ぶわ。今目つぶったんですけど、昔食べたおばあちゃんの顔が思い浮かびました。昔のおばあちゃん食ったの。どうないんです。妙気ですか、多分これぐらいがちょうどよかった。いや、柔らかっ。めっちゃ奪ってやる。いや、これ死にそうになってる、隣で。飲み込んだ肉がでかすぎて喉張り裂きそうになった。今勝ったわ、俺勝ったわ、肉使ったわ。いただきます。おはようございます。今日は予定としては買い物と食べ歩きと、お風呂3つ行くんだよね。で、星はなんかグラスを狙ってるらしく、今からとりあえずね、朝ごはんがての昼食を食べてやっていくと思います。いきます。じゃじゃーん。杉。杉。あ、両方や。なるほどね。これマヌカハニーソフトクリーム、マヌカハニーがかかって、このアイスには蜂蜜が練り込まれてるらしい。かかってないとこも甘い。これなんか蜂蜜が練り込まれてるの、ね。僕あの素材取ってたんでこれ買ったいんですけど、そんな僕でも思わず買いたいと思うぐらいの食レポお願いします。甘い。あ、いい匂い。あ、すげえ。あ、すげえ、すげえ。下手かお前。歩くと暖かくなるから。買ってきましたよ。これはね、後でね、Kと一緒にお揃いで買ったので、後で開封していきたいと思います。これで後で乾杯しましょう。そうですね。はい。足湯からの食ってますね。最高ですねこれ。足湯カフェ。ここはただの足湯じゃないんだよね。だ、その席上げをするね。ただの足湯ではないんだよね。そうなんだよね。それ誰、ピスタチオ。そうなんだよね。何食べてんの？
系は。キャラメルなんとかホットランド。ちょっとお酒入ってるらしいですけど。めっちゃうまい。さあということで、ここは草津三大温泉の一つ貝の河原露天風呂にやってまいりました。うわー、本当ですけども、公園がねライトアップされていて、その奥に大露天風呂があるみたいなね、そこにね使って、満月なのでね、その満月を見ながら楽しんでいきたいと思います。のぶといですよ。それではね、早速もう、あ、ちょっとあっちの方映してもらったら分かるんですけど、なんかあの森の奥みたいなのが紫色に輝いちゃってるんですね。もうこれもうライトアップが始まっちゃってる。内気もライトアップされちゃってますけど、早速行ってみましょうよ。行きましょう、行きましょう。あー、で、今年ももう年末になってるわけですね。そうですね。まあ、だから来たんですけどもね。この頃にはもう年明けちゃいますけどね。なんといってもな、あーもうこの景色だよね、この景色だよねっていう主張、うん、無理。さあ、三月に楽しみだよね。もっと、コンパクトに言うと、スニーカー欲しいの。ちゃんと書類を提出していただいた上で、サウナやめてもらっていいですか。おー、めっちゃ綺麗。うわー、すごい。公園が、え、なんか、もうそれ公園自体が、結構もう、お湯が湧いてるらしい、温泉が。うわ、すごいね、これ。ここが青くされてね、ちょっと青くなってる。ここ本当に歩いていい場所だよ。でも、いいんじゃない？いいよ、俺、腰は、渡っていけない。お前、それ、全力で全力タイムズの特徴化された女芸人だ。教えてください。ここは一体どこなんですか？天国ですか？地獄ですか？それを決めるのはお前だ。地獄や、絶対地獄や。ここは地獄。ここ絶対地獄。この信太郎、地獄しかありえない声。地獄の人の顔の。本当は天国。本当は天国ここ。イメージ違うじゃん。あいつには言うなよ。本当にここは。本当にここは天国じゃないんだな。自分の目で確かめろ。落ちるなよ。天国だ、多分。落ちるなよ。多分天国だ、この優しさ。何か。あなたは。我に名前はない。天国だ、多分ここ。この物腰の柔らかさ。あんまり興味はない。ついに着きました、貝の河原露天風呂。なんか感覚的にかなり長かったね、道が。山道みたいなね、長かった。この山の中にあるでっけえ露天風呂に今から入れるんだよ。秘湯って感じかな。めっちゃいいね。それではじゃあ、はい、温泉に入って次カメラ回す頃に僕たちお酒を飲んでる頃でしょう。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。それは締めすぎたかな。締めすぎたね。うん、じゃあ次のシーンまで。レッツ露天風呂フォニッシュ。はい、お疲れ様です。2日目お疲れ様です。終わりまして、もうこれから編集なんですけど、せっかくね、皆さんにちゃんと見せれてないと思うんですよ。僕らが買ったあの激最高のゴールデンロッキーと、君のは、花山グラスですね。花山グラスとゴールデンロッキーのお昼寝タイムでございます。はい、お昼寝タイム。お茶。ごっついやつらが寝てる。せーの、じゃ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 。まだ見えない、まだ見えない。よし、行きますか。はい、3、2、1、じゃじゃーん。なーい、かっこいい。これですよ。ちょっとね、俺やりたかったことがあって、これ僕のスマホ、リーダーのスマホ、ほら、うおー、これやばいよ。かっちょいい。あ、ちょっと電気消してくるわ。これかっこいいね。いいね。うわー、おー、しゃれてる。中身いい、こんな感じですよ。まあ、ちょっとね、氷の上を残すのがやっぱおっしゃるんですよね。量わかんないですけど。うわっ、綺麗。かっこいいかも。ということで、思い出の一品買いましたね。そうだね。めっちゃかっこいいわ。まあね、これね、これでって壊れることないもんね。そうだね、結構分厚いんで。そうだから、
もう何十年もね、使えようによっては使えるから、うん、そうね、僕洗い物結構終わっちゃうんだよね、さっきもう落としてたよ言うな言うな、袋に穴開いてると思ったんだよまあ、とりあえず仕事疲れたけどさ、乾杯しようぜ。いいですよ。そうだな、じゃあこの草津温泉に乾杯。ゴリ食いするか。フォニッシュ、せーの、フォニッシュ。締めくくりです。うわ、最後の締めくくりでございます。来たわ、ついに2023年最後のフォニッシュ、最後のフォニッシュです。2023年フォニッシュ忘年会、フォニッシュ忘年会もついに第3弾となりまして、はやー、はい、3年なんだ。3弾目はしかも結構グレードアップしまして、今回はね、はい、草津温泉に来て、で忘年会というか慰安旅行のようなね、うん、形を取らせていただけたんですけども、皆さんね、草津温泉のいいところとかも見られて結構ね、うん、皆さんにとっても需要がある動画になってる、なってればいいね。はい、いつもこんな感じでね、年の終わりに僕たちあの忘年会といって、今年何やってきたかとか振り返りながらお菓子をたくさん食べてるって企画をやってるので、うん、もしよかったらね、前年度とかね、うん、その前の年の動画とかね、見ていただけたらと思います。で、これ楽しみにしてる方どうなのか分かんないんですけど、はい、毎回これエンディングあるんですよ、忘年会、ね、これがその年の総集編みたいなのをリーダーが毎回編集してちょっと MV っぽくしてくださってますね。そのエンディングで使わせてもらってる一人音さんの隣で歌った夏の、うん、夏の今回は結構長編になっていて、しかもこれ最後に組み込まれてるということで、うん、まあ、皆さんもお疲れのことかと思いますので、はい、まあ、ちょっとぐったりしながら、はい、ね、やっていきたいと思いますのですが、うん、はい、ちょっと今年はですね、え、こっからもういいの、なんか僕新しい、ちょっと例年とはちょっと違う、はあ、コーナーを用意しております。うわ、なのでおもろ、まあちょっと、まあ、最初にテンション上げて、その後ちょっとのんびりトークって感じでいきたいと思います。了解。じゃあ皆さんちょっと高々と高げていただいて、高げていただいて、抱きしめてくれ。ちょっと2023年最後ですからね、これが。はい、2023年最後のフォニッシュ、乾杯いきます。乾杯！乾杯！皆さんお疲れ様です。ちょっと開けて。はい。つまみ。僕ラーメンなんですけど、これいいですか？あ、いいっすよ。さっきステーキ食ってきたばっかなんですけど。いや、本当だよ。お前400g 食って。400g ってどうなんですか？世間的には多いんですか？まあ、多いんじゃないと。まあ、まあ、多いんじゃない。多いんじゃない。ここもね、結構この旅館も立地がいや、めっちゃいい。ここの旅館もマジ素晴らしく、今回飯島館さんですね。皆さんが多分草津って言ったら思い浮かべる湯畑からもめちゃくちゃ近い、近い、めちゃくちゃ3分ぐらいつきます。うん、ところにある飯島館さんってところの宿を今回お借りしています。めちゃくちゃいいです。宿の人もいい人、ね、そう、うん、めっちゃいい人、配慮がすごい。はい、フォニッシュを振り返ろうコーナーでございます。2023年のえ、お前すごいやん。いや、こちらをね、僕がひそひそと作ってまいりまして。え、お前すごいやん。で、日付を書いてありますので、うん、この日付に当たるこの出来事、はい、ピックアップしてきましたので、そちらをまあ、クイズ形式というか、あ、まあ、ちょっと盛り上がるんじゃないかなということで、ちょっとやっていきたいと思います。すごい、確実に分かるのが1個あるけどな。どれだ。そうだね、どれだって、まあ、一組としかしてない。そうなんです。あーそのゴミの日からってことね。そうそうそう、2月9日ですね、これが、まあ、今年フォニッシュ2023年が始まって一番最初に起こった、うん、まあ、大きな出来事だったんですよね、うん、こちら、なんだかわかりますか？これノーヒントで、とりあえず2月9日だ。2月9日、はいはいはい。TikTok がバズって一気に5000人前登録者が伸びる。違います。あ、違うんだ。そんでもね、 TikTok は近い。あ、 TikTok がバラされた。正解です。それ入んだ、それ
今年か TikTok ライブがバンされたんです、ね、2月9日にサンタテキストしてる。 TikTok ライブっていうのは、うん、結構僕たちの中で要だったじゃないですか、うん、それメインだよ。そう、そう TikTok ライブでファンを増やして、うん、再生回数も登録者数も上がってるという状況で、うん、なんとですね TikTok ライブ僕たちが挿入行為をしたんじゃないかということで TikTok バンされちゃったんですよね。あれ小さなファンの方とか本当知ってると思うんだけど、うん、TikTok ライブがその伸びがいいので登録者の、そうそうそう、だから結構何回もよくやってたんですけどこれのせいで多分子さんの方も配信する機会が減ってしまったってい う, そう、ね、結構これで離れてっちゃった人とかもいるから、今いると思う、ね、なんか結構親子で見てくれてるとかいやいたもんね。うん、まあ挿入行為してないですけども、してないんですよ惜しくもここでバンされてしまったというこれ今年ってさ、なんか意外じゃない？意外意外、なんか去年な感じしてたの俺 もっと前な気がしてた、うん、何が結構でかいことね。そう、これでかかった意外と表にしてみたら、なんか歴史みたいにおもろい。いや、そう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 、結構意外と俺ら歴史作ってたんだ。面白いわ。3月12日に行きましょう。3月12日、はい、僕たちは何の動画を投稿したでしょうかっていうね。まあ多分ね、僕たちの2023年投稿してきた動画の中で結構頑張った動画ですね。はい、はい、誕生日ドッキリ。誰の？僕の。どこで？映画館。正解です。あ、もうそんな早かったんだ。そうなんですよ、3月12日ナイキの映画館貸し切りサプライズドッキリがあったんですね。これめっちゃ良かったのよ。これの裏話多分動画上でしてないと思うけど、うん、俺と K がさ企画して、うんうん、で映画館を貸し切れるところを見つけまして、見つけました。でそこでしかも、まあ、後々のねここ関わってくるんですけど、うん、玉浦学園さんのねおでんさんにサプライズ出演してくれないかということで、はい、映画館に玉浦学園のおでんさんが上映されるという事態が起こったんですよ。やばい、なかなかこれも素晴らしい出来事だった。でその俺らフリーになってたけどモノマネメイクも結構頑張ってました。いやそうだよね全てフリーになっちゃったんだけど、フリーになったんですけど、いやすごかった。でも多分本当に未だに今年一番びっくりしたのこれだと思う。あ、これいやそうだよね。ナイキって結構クール系でさ驚かないけど、あの時はのぶとい声でさ、うえぇうえぇそんな感じだった本当に、うん確かにね。であれ良かったのがさ、ナイキも良かったじゃん、まあ、めっちゃ主役だから、うん、裏で上映中に、まあ、ちょっと映画館の隙間の上からね機械いじりながらゴシと俺も見れたんですよ。そうね、時に2人でこう隙間からパッて見るんだけど、その時にナイキが「あ驚いた」っつって2人でこうパッて目が合った時の「ハッ」って感じがなんかもうドラマチックすぎてそうなんです。文化祭みたいなやつで俺なんかその目合った瞬間ちょっと泣きそうになったの。いや俺もなんですよ成功させた感じ、ね、そう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 、良かったですね、これも。これだよな、やっぱ青春取り戻そう的なとこもあるからさ。で、これもね、またでかかったんですけど、うん、まあ、ここから幸せの連鎖みたいになっていくんですけど、はい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 、ここから3月30日、こちらね、これはね、まあ、ここコラボと書いてあるんですけども、これちょっとナイキ言ってもらおうか。ね、誰とコラボしたんでしょうか、僕たちは。浜浦学園ですね。浜浦学園さんとコラボしたんですね。これマジすごかった。はい、玉浦学園さんは30万人ぐらいいて、僕たちの登録者数当時300人です。いやこれよ、ね、300、なんでコラボしてくれたっていう、うん、いやいまだに信じられないもん、うん、俺らもだよ。そうだ、あれ以来ないからさしかも夢だったんじゃないかって思うぐらい、うん、動画の素材丸ごとスマホに入ってるからあれはね何十分のやつ編集しなくても面白いもんね。で、あれ裏話激アツなのが、はい、あの後おでんさんがご飯にあ、そうね連れてって行ってくださって、田村さんの2人の方と僕ら3人でご飯食べて、で、これ個人的になんですけど僕喫煙者なんですけど、はい、ハイライトメンソールっていう銘柄を僕気に入って捨てたんですよ。そしたらお姉さんちょっと待っててっつって、うん、その間に なんだろうと思ったらお姉さん会計を済ませてくれた上に店を出た瞬間に「はいこれ」っつって僕に、ね、僕が吸ってた銘柄をパッてこうくれるっていう、しかもいい男すぎる、聞かないところだね、うん、その銘柄を何だっけ聞かないでパッてそのさっき吸ってたみたいな感じで最後渡してきて、全力で俺ら頭つけたもん、ね、最後「お疲れ様でした」っつって「お疲れ様です」って、追いかけたかった。うん、おでんさんの話も面白いし、うん、僕たちの話をなんか真剣に聞いてくれたじゃないですか、うん、
こんなカスを300人のカスを相手にめっちゃ面白いって言ってくれる。いやそう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 。あ、おもろいなお前らみたいな感じちゃんとね会話をしてくれて言ってくれたんだよね。会話をしてくれた。好きなちゃんが羨ましい限りでございますから。そうです、ね、男と付き合っててね。違うんです、カップルじゃないんですよ私たち。俺がおでんさんと付き合ってるもんな。3月から少し飛びまして5月26日ですね。もう別に田村さんのコラボ振りだからもうちょっと気合い抜けた。ここで何かを達成したんですね僕たちは。これが登録者かな。まあじゃあ一旦さっき言った5000人登録者達成。いただきは動画100本目動画100本目一応ですね、6K 見えてるか分かんないですけど6月1日に2000人達成してるので、まあここはですね、1000人達成ですね。あごめんなさい。あの、じゃパッて抜けちゃったじゃないですか、はい、急にバズったんで一気に5000人達成イメージが強くて。確かに確かに。この数日で2000人になってるわけです。そう確かにすごいんだよ、ここからは。田村学園さんとコラボしてくれたっていうのもあって、うん、結構そっから500人ぐらいから勢いがねどんどんついて、注目度が上がってくれたんですね。で、まあ、続きまして6月1日5月26日から6月1日で2000人登録したんですけど、うん、それと同時に何かを達成したんですね。え、なんだこれは。まあ、ちょっとヒントを出すとこのチャンネルでは初だったんですね。これ、うん、あ、どうなんだろう、ちょっとわかんないですけど、うん、黄色い字で結構際立たせてるじゃないですか、そこだけ。はい、収益化達成。あの、見えてるか分かんないですけど、ここ収益化達成。ちょ、やめろな、そうやって俺のバカさを言わない。再生回数1000回。じゃあいきますよ。初100万回再生でした。これはそうなん、同時達成だったんですね。 YouTube ショートがバズりまして、ショートが、はい、ショートで一つの動画で100万再生いった初めての日だったんですね。これが他クイズなんかじゃないですね、もうほぼここからは6月5日はまあこれ分かりますよね。え、なんだそれ。まあこれ登録者数です。あ、はい、3000人ですね。3000人でここが分かります。3000人、はい、ここ4000人ですね。このポッポ言ってるけどすっごい数字だもんね俺らからしたら。そうだから、しかもこれちょっと見ていただきたいんですけど、6月3日おきなんですよ。すごい3日おきに1000人。え、すごいな。すごいよね。だからやっぱこの時に僕たちあの動画を出し続ければ今頃1万人いってたんじゃないかなとは思うんですけど、あー、なるほどね。まあその当時ちょっと忙しかったのもあり、あり、まあちょっとねここで失速しちゃったのかなっていう感じで、まあ6月11日なんだと思うんですよ。5000人でね、やっとここで。まあそうですね、ここ今開けてあるんですけど収益化もここで達成できたと。ここでついに僕たちが YouTuber になった。そうですね。ですね。で、まあちょっと間が空いて8月9日。うん。これなんだろう。なんだろう。収益化達成して。8月9日。あ、6000。いや、なんか覚えてる。その日に達成。達成といえば何なんだ。まあでも残り空欄は2個しかなくて。はい。なんかどっちか登録者の話だと思うんだよね。再生数いっちゃおうかな。お。再生数じゃあ1000万。再生数1000万再生、あの総再生回数1000万再生再生、はい、じゃあここがですね、K が戦列を達成しました。おい、ちょっとだるいよ。はい、ちょっと待って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 、失礼しました。はい、ごめん、あの田村さんとかいっぱい上がってたじゃないですか。いや、並ぶ並ぶ、冷めてきてんのに、そこら俺戦列なんだ。はい、冷めてきてここで上がったもん。上がりましたよね、これね。戦列だってこれかなりでかかったんですよ。でかい。これなんでかっていうと、はい、まあ俺とナイキの中で、まあ、かなり切羽詰まった状況だったんですね。あ、そうなんだ。 K を早く戦慄にしなきゃいけないと8月9日です戦慄が達成できたっていう話なんですね。じゃあ9月21日、まあ、これは分かりますね。6000人だ。6000人ですね。はい、これは6000人でございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。めちゃくちゃありがたいです。もうお子さんの方はもう本当に、はい、今もねこう DM とかで話したりとかファン動画作ってくれたりとかゲスト書いてくれてる方いますけど、あいつもあなたたちがずっとね守っててくれたおかげで300人くすぶってるところがここまで行きました、今年で。で、あ、12月31日は未来だね。これ作った当時は、うん、まあ僕はもう
登録者数分かんなかったんで空欄にしてたんですけど、まあちょっと登録者数今ね確認します。はいはいはい、はい、9月21日から何人増えたのかという、はい、12月26日現在の登録者数を発表します。はい、さあ1万人超えてるかな、超えてるかな、こんな方かな、チン6382人。いやでもなんか嬉しい数ではあるんですよ。はい、基本にこれはまあまあすごいんですけど、はい、一番、まあ、一番は届かず、そうね、ちょっとプライドを捨ててかなりいろんなショートとかを試してみた感じではあるんですけども、まあそれでもちょっと伸びず手が届かずって感じで、うん、まあ、1万人には届かず、うん、ここには書いてないですけど、まあ12月1日からの毎日投稿っていうのがあったじゃないですか、ショート毎日投稿、うんうん、これすごくビーダーが主にやってるんですけど、ずっとまあそこはもうちょっとワンチャンいけるって俺は結構思ったんですけど、うんうん、2つ伸びちゃうからさ、この時みたいにさ結構3日で1000人増えたりしてたから、うん、ワンチャンじゃないかなと思ったんですけど、まあダメでしたね、うん、まあ、これまだ数字足りる、まあそうね、こっからめっちゃ伸びる可能性もあるから、まあまだ捨てきれたもんじゃないですけど、うん、上がってる頃にはいつもやってるかもしれない。そうね、うん、いつまでも6000人に甘えてはいけないっていう、感謝はするけども、あのこう励ましになってるのがですね、うん、コメントしてくれる方増えたじゃないですか、はい、なんでこんなおもろいのに全然バスんねんだって言ってくれる方が増えた、うん、僕らの面白さをちゃんとこう分かってくれてる方々がいるということがまず嬉しいですよね。結構そのメンバーの顔とか覚えてくれてる人とかも増えてきて、うんうん、1万人には及ばなかったんですけど、12月1日毎日投稿を始めた時の登録者数が6190人だったんですね。そう、200何人伸びてるのか。そうなんですよ、200何人ぐらいは1ヶ月で伸ばせるってことが分かったんで、はい、まあ、ここから来年頑張っていきましょうよっていう話ですね。まあ、ぜひちょっと僕らもショートの、まあ、演者としては出てるんですけど編集とかもできるようになって、そう、あとはいろんなジャンルを攻めていくんですね、うん、ということで、まあこのね年表はこんな感じで、こんな感じでしたね。はい、はい、まあそしてですね、まだあるの、まだあるっぽいよ。そしてですね、何、続いてはですねこちら、じゃじゃーん、すごいな、こちらです。去年と今年を比べてみようのコーナーです、こちらは。うん、はい、まあ去年の、うん、今頃ですね、うん、忘年会をやりましたね、うん、あの時に、やべ、忘年会の時、あ、K 君が何て言っていたか覚えてますか。来年の2023年よりドッキリ大臣を務めさせていただきます、はい、ドッキリ大臣を務めていたんです、彼は2023年、はい、勤めてたんだね、勤めてたんですよ、はい、そしたら分かりますよね、これ K が2023年にドッキリを仕掛けた回数ゼロ、ゼロ、あ、1回ですか、1回で1回で、お姉さん1回で、はい、めくっていきますね、ゼロか1かなんですけどいきます、はい、1回、はい、あ、それやってないなってずっと思いながら、でも辛かったからそうね、まあちなみにですね、はい、K 君が、ドッキリを仕掛けた回数は1回だったんですけど、こんな感じだ、ドッキリを、仕掛けられた回数は6回です、最高でしたドッキリかけられ大臣でした、戦慄になったしね、そう、戦慄になったし、まあいろいろありましたね、 K のドッキリは、あ、ガチ切れ中にチンコの赤い言うかみたいな、全然再生数いかなかったですね、そうね楽しかったけど、うん、そう、チンコ戦慄、うん、あとなんだ、ちょ、くだんないってぐるぐる巻きに、そうそうそう、それさらなくてぐるぐる巻きにされたやつも、そっかそっか、まあ、あれも二重ドッキリみたいな感じだったんでね、うん、された側も俺もあんま覚えてない、裏側の話になるけど、うん、サラップのドッキリを仕掛けようって行った日に、うん、K が遅刻で来れなかった時の動画が、あのチンコドッキリのやつだったんですよ。え、同じ日ってこと？そう、あの日に、うん、K が来れなかったから電話でガチ切れして、で次の日にドッキリしたみたいな感じだったんで、2連続ドッキリ、そう、2日連続ドッキリ、ドッキリ失敗したけどドッキリしたっていう、なんかK が仕掛けないってなると、うん、反応悪いじゃん、うん、だからこうなるよね。あ、そうかそうかそうか、だって来期に関してはあのおでんさんという大物使わないとできないドッキリなんですけど、他驚かないもんだから、来期驚かないから、驚かない驚かない言うけど、それなんか勝手に言ってるだけでそもそもかけられてないよ、多分ほらねドッキリってそういうことシンプルにびっくりだそれではですね、2項目目、今年投稿した動画の本数
何本だと思いますか？ぴったりは必要な。これはあれですね、あのショートは抜いて、はいはいはい、あの本動画の方です。これはね、結構難しいんじゃないかなと思うんで、はい、近かったらいいな。57。え、そんな上げた？32。とりあえず少なすぎるよ。32は角度超えてるって言ってやろう俺が。めくりますよ。でん56本。だけど今ちょっと思い返してみたんですよ、うん、これ作った時は56本だったんですけど、この動画12月中に上がりますよね。お、57本です。すごい。すごない。動画の本数はなんか今年どれ上げれたんだろうっていうのを結構数えてたのよ。あ、そうなんだ。そう。でも最後に数えたのは多分11月とかぐらいだったから。意外と上げれてたんだ。そうですね。56本はこれをこの動画は抜いた本数なんで。うん、K はだからその真の正解って感じですね。うわ嬉しい、まあ、この動画が上がれば。多分ちなみに俺のその今までの計算からすると、うん、今まで一応なんだっけ、半年と1年と今年やった感じだったじゃん、うん、感じだと一番上げた年なんですよ。あ、そうなんだ。うん、一番、まあ、結構ね頑張ってた時期あったもんね。そう毎日頑張ろうぐらいの時期があったし、うん、じゃあ次ですね、次の項目いきます。はい、平均再生回数。あ、で去年は223回、去年の今頃ね、意外と言ってたんですよ。去年の今頃はまだちょっとくすぶってるから、はい、当てになんないですあんまり。去年の、10本ですね。それって今年だけの平均、直近10本の平均なんで。直近10本の平均だから、最近上げた動画の平均、最近のだけ覚えてるからいいな。そうね。はい、お600でいきましょう。何が、あ、700。じゃあいきますよ。2135回。おお、そんないった？いったんだ。出たんです、ね、何がそんなバズったんですか？主にインタビュー動画がね、あ、今ちょっと再生回数見てもらったら多分びっくりすると思うんだけど、やっぱああいう系ってさ需要があるんで、受験生だったりとか他の学校の人とかみたいな、でかつ結構そのなんか面白いっていう声もね結構寄せられていて、まあ、結構僕たちの、ね、スタイルに合ったのか分かんないですけど、うん、まあ、それがね今あの2本上がってるやつは5000回で、それ結構ね引っ張っていて、でしかもですね、これ再生回数の話でちょっと1個言いたいのが、あの僕たちがあの解散しますって言った動画上げたじゃないですか、うん、今上がってる動画はなんか重大な報告がありますみたいなタイトルになってるんですけど、うん、動画投稿して10分くらいまではあの括弧引退、今までありがとうございましたで投稿してたんですね、うん、であれがですね伸びが半端なかったんですよ、うん、もう出した30分ぐらいにはもう200回ぐらい再生されてたんですけど、うん、その伸びの速さでいくと本当にもうすごい速さ、なんと本当だったらもうワンチャンその5000回ぐらいいってんじゃないかぐらいの再生回数の伸びだったんですけど、登録者数がその30分で10人減りました、ね。まあそりゃそうだよなっていう。俺が10人くらい捨ててやれって言ったんだけど、まあちょっとこれ以上悪化の抑えすごいと。これだって5000回再生されたとして、200回で10人減ってたからとんでもないことになっちゃうんですよ、再登録者数。今までの僕たちが、うん、解散しますみたいな動画上げても多分、うん、去年とかだったら10回ぐらいしか再生されないと思いますよ、本当に。うん、それが解散しますって言ってもう今普通に重大な報告がありますが800回ぐらい再生されてるんですけど、うん、それで結構成長だと思いますね。僕たち の今後の活動に期待してくれてるというか気にしてくれてる人がたくさん増えたってわけ。そうだよね、やめちゃうなと思って見た人がいる。そうああじゃあ嬉しいな。コメント欄もね結構温かい感じで、あ、そうだったんだ、応援してますとかね、うわ見たかったな、焦ったみたいな、ね、そうだね、あ、それは見た結構ね成長した年ではあった。確かにね、で成長したと言えば総再生回数、はい、これはショートも含まれてます、総再生回数は、うん、これ結構すごいんだよ。去年は10万回でした。すげえ、去年でも10万回って結構ね、うん、ありましたけど、今年だいぶ伸びてると思うんだよ。はい、120万回はいってます。120万回ショート入ってるでしょ。ショート入ってる、あ、600万。おお、すごい。じゃあ答え言いますね。で793万回ええ、すごい、ガチでしたね。すごいな。これね、びっくりしましたね。うん、もうちょっとで1000万いっちゃうんだっていう。
そうなんだ。本動画も意外と1万に近いやつもたくさん出てきてるんですよ、うんうん、実は、はいはい、徐々に伸びてるっていうか、うんうんうん、花屋学園の動画が3万回ぐらい再生されてて、まあ、それに追いつくように結構いろんな動画が徐々に伸びてって、はいはい、意外とさ、俺びっくりしたのがバキのさ、再現した動画あったじゃん、うん、あれは去年か一昨年か分かんないけど結構前に撮った動画だけど、あれが徐々に伸びてきてるんですよ、あれなんか継続して伸びがいいっていう動画選ばれてて、大学でも僕の動画見てくれてる人がいるんですけど、やっぱ意外とコアなその動画見てくれててあれ結構好きだよって言ってくれる友達多いんですよ。あれおもろかった、ちょっと見てないからぜひちょっと見てください。花山薫をすごい再現しようと思ったらスペックが結構ゴルフ高くなっちゃったっていう意外と声真似ができたんです。そうそうそう、やってみちょっと。え？やってみる。似てるって言ってんの。似てるって言ってただけか。じゃあはい、ということで、はい、一応2枚を僕が作ってきて、それを通して、うん、まあ、今年を振り返ってみたという感じです、ね。すごいやん、お前。すごい。まあ今日はそんな感じでね、ちょっと1年を振り返ったんです。永遠にそれやろうよ。ちょ、他ないの？これはフォニッシュの振り返りだったんで、こっから皆さんの良かった動画だったり、はい、ちょっと思い出に残ってる動画だったりをちょっと話していこうかなと思います。ああ、いいね、はい、ちょっと一回これ切っていい？どうする？立ち位置はこのまま続く？ゆっくりマーク続いて、え？ちょっと刺されてるんですよ。え、ちょっとマジで言ってる、やらせねえ、もうせっかくテンション上げてたのに0時間超えたの。ようならかわいそうだな、これこれガチかわいそう。やっぱカメラも、カメラ買う日かな最初。カメラ買う日、こういうビデオでいいから。とりあえず本題戻ろうか。上げたテンションが戻りましたけど。ということで、はい、今年どうでしたかっていう感じですね。まあ僕のやっぱ印象としては、うん、やっぱそのスタートは思うの気持ち違かったと思うんですよ、 YouTube、はい、始めようと思ったそのモチベーションが。けどやっぱり楽しむのもあるけど、お金もやっぱ欲しい、これで稼いでいきたいっていう気持ちもあるじゃないですか。僕結構金銭面、収益すごい消してたんですよ、はい、割とそのなんつうの、大物 YouTuber とかに比べたら全然なんだけど、てかもう世間一般で考えてもバイト代に満たない額ではあるけど、はい、3人で YouTube で額稼いだなってくらい、ちょっと値段はあんま言えないですけど、うん、額の収益稼いだなって思ったら感慨深いなと思って、で僕らはあれですよね、まだ3人で振り分ける前に機材かなんか買おうかなっていう、そうね、話をしてて、まあ、このおもろカメラを、そう、肉切俺今マジぶっ壊したいですよね。素材飛んでます今。途中までどうでした？もうあれでしょ、そのような。今年どうでした？あいつ破壊します。僕はまあそこ収益かな。そうだね。収益か。まあ、収益はでかいよね。毎日チェックしてて俺。収益。スクロールして。俺が登録者数をこうやってやってるのと同時に俺は収益やらしい集団権になってくるからまあそれぐらいね、数は大事ですもんね、うん、数字が、これ食ってきたいんで、はい、ないけどどうですか今年 YouTube で。いやでもやっぱパッと出てくるのはたまやコラボ、ね、あやっぱそうだね、それはね、ナイキからしたらそこは大部分だよ、まあそうね、ナイキからしたらだって去年だったら、うん、普通に画面で見てた存在と一緒の画面に映るってことになるって考えられないよね。考えマジで考えられない。本赤で変なリプ送れなくなっちゃって送ってたからね。そうだ、本赤見せたらさ、うん、こいつ見たことあるよ。お姉さんが言ってて、うん、ちょっと感動した。会うだけじゃなくて一緒に動画を撮れるなんて。うん、本当ガッチガチだったよ。そうだね、ナイキがマジキレ悪すぎて、うん、で、リアさんがせっかくボケてくれたのに、うん、突っ込まれ、こいつがさ、なんかこいつ突っ込みできるよみたいな、めっちゃ振ってくるから。いや、なんかせっかくだからナイキとガチガチなんで、ナイキとリアさんをから、なんか可愛らさんを絡めたんやって。いや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 、もう名前見てるだけでいいんだから、座ってるだけでよかったから。じゃあコラボにならんやん。浜浦学園さんの、うん、サブチャンネルで上がった僕たちのコラボの方は、うん、そうだたきでしたけどね。
そうですよ気持ちかったあれあの叩かれ方気持ちかった本当にだって職務を全うしたからね僕たちそうだよ底辺 YouTuber というそう本来面白いからねもっと僕たちはそう底辺すぎだろうって言ってる底辺すぎたでもそれはまんまとおでんさんの戦略にハマってんだよお前らはそうだぞナイキはガチガチだったんですよまともに叩かれたことなかったじゃんいやそう叩かれるまで俺ら成長したんだってねでその上がった時はめっちゃ楽しみだったうんでちょっと見てみようと思って見たら、うん、なんかあなんか思ってたのと違うなっていうコメントなんかはあそうなのそうもともとまあもうちょいなんか、うん、ポニッシュ見てみようかなとかさ、うん、あるかなぐらいは期待してたんですけどもろ叩かれたもろ叩かれそうだったお前そうだったんだK はなんかさ結構へこんでるみたいな、うん、なってたじゃん、うん、アンチコミみたいなああちょっとへこんでたかもだから K はそのイメージあったんだけど、うん、お前もそうだったんだ傷ついためっちゃ興奮してあれ見て気持ちいいと思ってああすげえこれが上り詰めたファンかもファンと関係なく、うん、叩かれるってこんな感じか M じゃんじゃあ、あの皆さん意外とこう M なんで M コメント欄で一つだけめっちゃいいコメントがあったんですよ、うん、何ポニッシュも頑張ってんだからなんかそういう扱い方は良くないんじゃないですかみたいなうんうんうわ、なんかすごい僕たちをかばってくれてありがたいなと思ったら、うん、ナイキのお兄ちゃんでしたやばいまだ一缶も開けてないなマジ今一缶開けちゃったよもう、まあ、ナイキはね、かなり酒豪なので酒豪だから酒豪だお酒が飲めない酒豪フリーじゃないこれ酒豪フリー振り返ったけど K じゃどの動画が一番好きかって話ああそれで言うと、うん、本当直近なんですけど引退動画ああ一番多分そうこの動画の一個手前かなそうねに上がってるあの動画がただの引退動画じゃないなって僕ら的には思ってて僕あの、まあ、Twitter 見てる方少ないと思うんですけど僕あれあの動画が結構絶賛したんですよ、うん、っていうのも僕らのその外撮影の外ロケンとかの時が結構調子いいと個人的に、うん、だから確かに立った方がいいんじゃないかと思ってその場で僕が提案してみんなで立ったんですよね、はい、調子良くなかったじゃないですかあれ調子良くありませんでしたまあ結構面白かったそうおもろいし編集もおもろかったし構成もおもろかったしちゃんと多分あの意図はしたいんですよまだトークがオープニングとエンディングで拾ってる部分とか終わったりするんですよ。うん。伏線回収って。そうだから結構一本動画として全てが結構よくできてたんですよ。そういう意味でおもろくてあの動画結構僕好きなんです。確かに結構見返してる、うん、モチベーションとして。カメラにぶつけられましたしね。そう。あれ気に入ってくれてるってコメントもちょっとありましたし。あいつが憎いですもん。マジレイカ危なかったけどね。レイカは俺の心配。レイカはマジやもん。マジでお前変わんない。マジでお前髪巻き込まれてたちょっと前にゴールで髪に髪を擦ってそうそうそう57本も上げてたらちょっと何だああ57動画ね、うん、髪の毛が本数ぐらい高校生が一部しかねえだろう今パッと見て、うん、そんな伸びなかったんだけど、うん、100円ショップのおもちゃで遊ぶたらー、うん、あの動画の撮影が楽しかった楽しかった楽しかっためっちゃ笑った記憶ある、うんうん、あれってか普通に動画の内容的にもかなり面白くない面白かったと思う面白いと思う全てを差し掛けるね名シーンですよあれも欲しい、うん、あれ見てるのにちょっと止まらない撮影中あれは結構編集を飽きずにずっと続けられた記憶があるから、うんまあ、K の編集も相まってかなり、うん、こういう動画こそねやっぱあのみんなに見られてほしいですねそうねもっとポニッシュっていうちょっとね味を知ってほしい視聴者にさ、うん、今年の動画何が良かったみたいな聞きたくないあ聞きたい、ね、ああそれいいね、うん、まああんま来ないんだろうけどうんうんうんまあくれる人はくれるだろうくれるだろうなって人が数人いるじゃん、うん、ちょっとじゃあコメント欄に書いてもらってなんか自分たちで見て面白いとさ視聴者が見て面白い違うかもしれないうんそこも知りたいしじゃあちょっと僕の面白かった動画昨日ちょっとバラッと見た時に、うん、なんかいいなと思ったやつが、うん、この時期になるとあの今年上げた動画とか全部見返すんですよあのあれで、ね、そうだね最後ね作んなきゃいけないからで面白いところを探すんですけど、うん、それでダントツで面白いところが多かったのが
ナイキ編集の喜ばなきゃいけない全員あれよかったあれかなりね、よかったんですけど、うん、あの俺がなんかその昨日見返した時にもうとてつもなく爆笑した箇所があってほうほうほうなんかナイキが変ななんかトゲトゲみたいなやつ当たったんですよね。わかるね、円形球みたいなのあれ無人島に持っていくならこれだって言ったんですよ。誰がなんで知らないけど、ちょっと俺それ以外笑えないぐらいに笑っちゃって。あ、なるの？あれね、かなり全員面白かったんだけど。ちょっと撮って出るよね。良さみたいな。今度調子が出る。ちょっと自画自賛のとこもあるんですけど、広域公園で遊ぶやつね。あれ結構個人的に気に入ってて、で何がっていうと。編集シンプルにしたんですよ、あえて編集シンプルなんだけど結構俺個人的に満足するぐらいおもろいし、あの尺っていうそう、ね、であれ視聴者からの評判も良かったか、良かった良かった良かった。じゃあちょっと締めに入りましょう。目標ですかね、はい、ちょっと全然31っしょ31やばい。素材整理もあるし、大幅にカットね、ま、寝てー。実はこの後、僕ら作業です。はい、編集史上一番長くないんじゃない、また。うん、あ、確かに今回は初で、なんか3人がかりで、うん、そうそうそう、3人分担でそれなりに間に合わんからね、うん、じゃあ最後、来年どういう年にしたいかみたいなのを発表して終わりにしましょう。全然どういう年にしたいか、じゃあ来年、2024年ですね。はい、2024年は怖っ、責任怖っ、これ1万人って言っちゃった人いたからな。まず登録者、はい、3万人確定、はい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 、と3人でやっぱホニッシュだねって思ってもらえるっていうので締めくくるっていう年にできたらなって僕は思ってます、うん、かな。大さんはまあ登録者3万人は思ってた。おお、はい、そうだね、みんなの良さが出るのもそうだし、動画本数が今年56、はい、だったから、来年は150。おお、じゃあもう3倍が、そうそうだね、そうだね、だね、いける気はする。150だね、頑張ろう。じゃあ最後僕が発表して終わりましょう。はい、エンディングがやってくるんですね、ついに。あの MV が来年の目標登録者数10万人、そして毎日投稿をどっかの月からどっかの月まで確実にスルーでいきます。うわー、それは普通動画ですよね。はい、普通動画です。こっから、僕たちはあの本格的に、はい、YouTube で過ごせるぐらいのまああれですね、まあ、最終的には来年締めくくるまでには YouTube で飯を食えてるようになってる。それが最終目標でいきましょう。だってあなたは学年出たら一つ下だけど、ここも就職の年ですから。そうそうそう、だから就職なんかしてる場合じゃないぞって思わせるぐらいに、うん、僕たちがね、爆伸びするっていうね、未来をね思い描いて、まあ来年俺の3万人がスケスケになるじゃんいや、ちょっとでも3万人だと確かに、言われてみれば就職しちゃいます。確かにみんな確かにそうだ、ね、だからまあ、その目標がいいか悪いか置いてって10万人は行きたいねっていう話です。行きたい。じゃあ今年はこの動画で締めくくりなので、来年一発目の動画何になるか分かんないですけど、はい、今年の動画はこれで最後ということで、はい、また次の動画でお会いしましょう。また次は2024年、それではバイニッシュ。おお、小学者が語った、明日は梅雨が明けるだろう、太陽が照らす暇は夏の足音が聞こえ、花咲かぬ地を越えて、その色白を抜けて、虹が見えるあの場所で君を